泣いて笑って7人で走り抜けたこの1年、そして今旅立ちの時。キャバ嬢 TV 卒業式スペシャル。今シーズンもキャバ嬢 TV いろんなことがありました。思い返すとキリがないくらい私も楽しい思い出がいっぱいです。本日皆さんは卒業します。しかしですね、このキャバ嬢 TV の思い出を忘れずに、それぞれの夢に向かってまた頑張ってください。皆さんにですね、卒業証書を授与します。名前を呼ばれた方は前に出てください。さくら愛。はい。卒業証書さくら愛、あなたはカムロ町キャバ嬢 TV の全課程を修了したことを証します。メイドのアゲジョーという異色なキャラクターの愛ちゃん、お色気満点のルックスで常に私の心をわしづかみにしてくれました。今後の活躍を期待しております。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃん、こんな卒業証書もいただいて、お花もいただいて、なんかすごい感動してます。なんかこう優雅ごとくオブジエンドを通していろんな経験もできたし、いろんな素敵な仲間もできて、とてもいい経験になりました。ありがとうございました。卒業証書林田ゆりや、いつも元気いっぱいでみんなをまとめてくれたゆりやちゃん、忙しい時でも笑顔で撮影に臨んでくれました。けなげに頑張るゆりやちゃんが大好きです。ありがとうございました。私がまさかね、こんなキャバクラ役で龍が如くに出演できるなんて全然思ってなかったんで、本当最高の宝物だと思います。ぜひこれからも龍が如くまたやって楽しんでください。バイバイ。卒業証書河合さあや、のんびり屋のさあやちゃん、そんなさあやちゃんがなんとお母さんになるのだと思うとミスター X 不安です。冗談です。明るいさあやちゃんの元に生まれてくる赤ちゃんはとても幸せだろうなと思います。元気な赤ちゃんを産んでください。応援してます。ありがとうございます。本当に選ばれると思わなかったし、なんかオーディションを受けてすごい緊張して、なんか去年なんですけど、もう昨日のことのように思います。みんなと出会えてよかったって思うし、本当に好きなゲームに出れて嬉しいです。ありがとうございました。卒業証書水島エリカ、可愛い笑顔とは裏腹にクールなキャラのエリカちゃん、でもどんな辛い時でも最後まで撮影を頑張ってくれました。そんなエリカちゃんが大好きです。おめでとうございます。いろんな経験と思い出をもらったので、忘れずにこれからも頑張りたいと思います。龍が如くのゲームはいつか自分の子供ができたら、やってほしいと思います。ありがとうございました。卒業証書桜木ひな、セクシーな衣装と小悪魔的な笑顔、これからもその魅力を存分に発揮して活躍してください。おめでとうございます。たくさんの人に応援していただいて、最後までこうしてやっていくことができました。キャバ嬢 TV はこのまま卒業ですけども、これからもいろんなことにチャレンジしていって、桜木ひなは頑張っていきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。卒業証書立石みやび、天然でドジなところもあるけれど人一倍負けん気の強いガッツのある女の子、それがみやびちゃんだと思っております。新社会人、新しい世界に羽ばたくこととなりますが頑張ってください。ありがとうございます。
い作品に出ることができたなという再確認させていただいて嬉しい気持ちでいっぱいです。本当に1年間ありがとうございました。卒業証書ゆうな、サービス精神たっぷりのゆうなちゃん、いろんなコスプレを披露していただきました。これからも世の男性を魅了してください、はい、夢をありがとう。はい本当にこうやって龍が如くに出れることが本当に嬉しく思っています。今年に入ってからいろいろあって、このムービーを見てる方の中でまだプレイできていない方もいるかもしれません。ぜひ落ち着いたら遊んでください。皆さん卒業おめでとうございます。ありがとうございます。今皆さんの手に渡った卒業証書はただの卒業証書ではありません。オーディションやゲームショー、合宿と皆さんが頑張って手に入れた努力の結晶であり、これからのさらなる飛躍を願うものであります。龍が如くオブジエンドのキャバクラ乗役として経験したものを生かし、これからの人生をより充実したものにしてください。それでは最後にいつものやついきましょうか。はい、せーの、カブロッチョキャバ嬢 TV、 バイバーイ。なんかまた次呼ばれるんじゃないかと思うぐらいなんかあんまり終わった気がしない。もっとキャバ嬢 TV やってほしかったし、卒業式なんか思ってるより早かったのと、なんか最後だと思うとね、今年の4月から OL として普通に働いてるんですけども、これからも何かにずっと挑戦していきたいなとは思っておりますので、はい、なんかあーこれで終わりなんだなっていうのが、なんかこの卒業証書をもらった途端に湧いてきたので、なんか寂しいなってすごい思ってます。成長できたし楽しかったし、思い出もできたんで頑張ってと思います。すごい動いてました。動いてて、打って途中でなんかなっちゃったり。なんか自分が喋ってる時は動かないの、人が喋ってる時にすごい動いてきて。頑張れよ。やっぱ女の子同士ってね、難しいんですよ、男と違って。でも、なんか、みんなね、ちょっとずつだけど心を開いてくれて仲良くなれたから、私はすごい楽しかったです。本当に今回はそうですね、もう選ばれるところから関わらせていただいたんで、やっぱり考えも一つよと言いますか、まあ、ここだけの話、正直さあやちゃんもしかしたら僕のこと好きなんじゃないかと、まあ、いつものパターンでしたね。いつかまた皆さんとお会いできますように。カブロッチョキャバ嬢 TV、 ありがとうございました。その時まで またお会いしましょう。さまざまな感動を与えてくれた7人のキャバクラ乗役たち、これからのさらなる飛躍を願って今はお別れにしたいと思います。視聴者の皆さん、長い間ありがとうございました。今後も龍が如くをよろしくお願いいたします。